背景、有馬光聖様。さっきまで一緒にいた人に手紙を書くのは変な感じです。君はひどいやつです。グズ、ノロマ、アンポンタ。君を初めて見たのは5つの時、当時通ってたピアノ教室の発表会でした。ぎこちなく登場したその子は椅子にお尻をぶつけ笑いを誘い、大きすぎるピアノに向かい一音を奏でた途端、私の憧れになりました。音は24色パレットのようにカラフルで、メロディーは踊りです。できた。隣の子が泣き出したのはびっくりしました。それなのに君はピアノをやめるんだもの。人の人生を左右しといてひどいやつです。お父ちゃん、お母ちゃん。おお、かえり、かおり。お腹すいたの？バイオリン買って。え？かおり、ピアノやめてバイオリンやる。どうしたんだよ急に。コウセイ君にピアノ弾いてもらいたいの。最低、ノロマ、アンパンタ。同じ中学だと知った時は舞い上がりました。どうやれば声かけられるのかな。購買部にサンドイッチ買いに通おうかな。でも結局眺めてるだけでした。だってみんな仲良すぎるんだもの。私の入るスペースはないんだもの。子供の頃に手術をして定期的に通院して、中1の時に倒れたのをきっかけに入退院の繰り返し、病院で過ごす時間が長くなりました。ほとんど学校に行けなかったな。あまり自分の体が良くないのは分かってました。ある夜、病院の待合室でお父さんとお母さんが泣いているのを見て、私は長くないのだと知りました。その時です。私は走り出したのです。後悔を天国に持ち込まないため、好き勝手やったりしました。怖かったコンタクトレンズ、体重を気にしてできなかったケーキホールで、偉そうに指図する譜面も私らしく弾いてあげた。そして一つだけ嘘をつきました。宮園香織が渡里亮太君を好きという嘘をつきました。その嘘は私の前に、有馬光聖君、君を連れてきてくれました。渡里君に謝っといて。まあでも渡里君ならすぐ私のことなんか忘れちゃうかな。友達としては面白いけど、やっぱり私は一途な人がいいな。あと椿ちゃんにも謝っといてください。私は通り過ぎていなくなる人間、変な禍根を残したくなかったので椿ちゃんにはお願いできませんでした。というか、有馬君を紹介してなんてストレートに頼んでも椿ちゃんはいい返事をくれなかったと思うな。だって椿ちゃんは君のこと大好きだったから。みんなとっくに知ってるんだから。知らなかったのは君と椿ちゃんだけ。ねえ柏木。ん？王さんの様子見てきてくれは？ご飯食べてるか聞いてきて。やだ。白状者は冷徹なんだ。白状者はお前だ。超不自然だ。私に頼るな。自分で行け。なんでこうせん、こうちゃんは好きな人がいなくなってきっと落ち込んでるよ。私何してあげたらいいかわかんないもん。